松本博之は日本のオートバイ技術者。現在の川崎モータースの早々機を支えた歴代モデルを設計した。川崎で最初に設計されたリサイクルエンジンキロバイト -1 から開発に関わり、川崎の事業存亡をかけたモデル B8 のエンジンから車体までを設計。B8 のヒットによって川崎はオートバイ事業撤退を回避した。その後も A1。 H1、H2 等歴代の2サイクルモデルの設計を指揮した、他、オフ車、F21M、KT250、川崎で最高の販売数を誇った、GTO110 や、AR&AV50 その他、4サイクルエンジンにも関与した。1934年神戸市内の時計屋に生まれる。1952年兵庫、県立工業高等学校を卒業。 1952年川崎産業に入社。タイプライターを担当した後、川崎機械工業の発動機部門も営動。1962年川崎で初めてエンジンから車体までを一貫して設計、製造した本格的オートバイ B8 を設計。当時の川崎航空機工業、オートバイエンジン部門は赤字が状態化し、これが売れなければ二輪事業撤退という条件のもと。 若干27歳の一係員であった松本は B8 の全身モデル B7 の需要が多かった東北地域に自ら出向き、ディーラーからの聞き取り調査を観行した。松本が機能を考え抜いて設計した B8 は高い実用性を備え、モトクロスレースでの活躍によって人気を博した。この B8 の好調な販売を受けて、川崎のオートバイ事業は継続されることとなった。 1966年川崎発のロードスポーツモデル 250A1 サムライを設計。1965年時点での国内のオートバイ市場はホンダ、鈴木、ヤマハの河川状態となり、川崎のシェアは2%程度にとどまり、再びオートバイ事業の存続が危ぶまれる状況となる中、一部の若手社員が活路を求めて、 アメリカでのディーラー直販を拡策し、アカムを設立した。しかし、当時の川崎には、アメリカ市場で有効な製品がなく、唯一の望みは松本が指揮するリサイクルグループが設計した A1 であった。A1 は、当時、世界一の性能を誇り、レースでは、ハレーやトライアンフなどの大廃棄両者を抑えて優勝するなど、 その活躍がアメリカで大きな話題となり、アカムには A1 を求める販売店が集まった。これによって、川崎のオートバイ事業は、存亡の危機から一転して、アメリカでの販売網を獲得するとともに、不良在庫となっていた消費費業者を A1 と抱き合わせで販売することができ、アメリカでのオートバイメーカーとしての地位を確立した。百六十八年、 高性能車の川崎というブランドイメージを確立した、名車 H1 マッハさんのエンジンを設計。通常、オートバイ部品の中で開発に最も手間とコストがかかるクランクケースは砂型いものを試作し、実験や試験を積み重ねた後、修正を加えて金型を起こすところ、当時まだ人係員であった松本は、自身の責任によって最初から金型を起こしてしまった。 この英断によって H1 はライバルとなるホンダ社の CB750 法より早く発売され世界一早いオートバイとして欧州車が支配的であった大廃棄量車の市場を席巻した1973年 H2 の後継機として水冷スクエア4エンジンのニュー H を開発ニュー H はエンジンレイアウトをスクエア4とすることで前面投影を小さくして 空力特性を高め、H2 を超える究極のザッパーを目指して開発された。当時強化されたアメリカのハイガス及び騒音の規制を2サイクル車でクリアすることは不可能とされたが、これまでも不可能と言われたプロジェクトを何度も成功させてきた松本は水冷、燃料噴射、フルトランジスタ点火など最先端の技術を採用し、全ての規制をクリアする覚悟であったが、 エンジン設計を託した相手市の事故を受けて、松本は開発の打ち切りを宣言し、究極のザッパーは幻となった。オートバイ設計者の松本は、自身が熱烈なオートバイ好きであり、マッハーさん開発当時、同僚の種が島業に仕事が楽しくて仕方がないと語っていたという。松本の強い個性の一つとして、物事を深く考え抜くという性格が挙げられる。 部下からの質問を何回もじっと考え続け、数日経って部下が質問をしたことすら忘れた頃に、解決法をひらめいたというエピソードもあり、驚異的に粘り強い思考力を持っており、川崎引退後も関連会社の製品開発に関与したほか、オートバイのファンクラブに招待された際には、ファンからの質問のほぼ全てに即答するなど、その思考力、記憶力は晩年までさえわたっていた。 マフハさん開発当時は一係員であったが、川崎内では二サイクルエンジン設計で一番の経験者であり、二サイクル開発チームを実質的に指揮する立場であった。松本の若手への指導は厳しく、不適切だと判断した設計に対しては、徹底的に修正を指示する厳しさから、設計の鬼として恐れ得られる一面もあったが、人柄は温厚な性格であり、 大変な努力家でにサイクルエンジン設計に対して、誰よりも豊富な知識を持ち、技術部から提示された開発方針や数値目標をまとめ、図面を起こすことにかけて、天才的な職人であったと評価されている。また、松本はにサイクルグループをよく指揮し、協力会社との調整に自ら出向くなど、リーダーシップや接衝能力にも長けていたようである。 オートバイの設計者として一部で熱狂的なファンがおり、A1 以前のオートバイは松本がほぼ一人で作ってしまったという見方もあるが、当時の開発メンバーによれば、松本の上流工程には明確な設計方針を示す技術部、下流工程には個々の要素を具体的な形にする設計チームがおり、その中の誰一人として欠けていた場合は、今日の川崎はありえなかったであろうと思われるほど、 松本の周りには、極めて優秀な人材が揃っていた。そうした関係者全員が一体となって、情熱を燃やした結果が今日、名車と呼ばれるオートバイに結実したものとの見方であり、マッハザを開発していた頃のニサイクルグループは、雰囲気がとても良く、チームの雰囲気が良い時にこそ、良い車が生まれると語っている。ありがとうございます。